軍事用ロボット、軍事用ロボットとは、軍事的な活動に利用される機械、ロボットである。軍用ロボット、軍事ロボットとも言う。本校では、関連する以下に類されるものについても説明する。なおサイエンスフィクション、SF を含む、架空の戦うロボットに関しては、別途架空のロボット兵器の一覧、または、ロボットアニメなど、お参照のこと。 本校では主に実在の技術ないし兵器や研究分野の存在する技術について説明する。ロボットを軍事活動に利用しようという概念は、神話に見出されるゴーレムやタロースのような人工の兵士という発想を考慮すれば、おそらくロボットという語以前より存在したと考えられる。危険な環境での活動を機械に置き換えようという発想の延長である。近年までは、 架空の兵器として考えられていたが、ロボット工学の発展に伴い、特定分野に特化した現用のものも出始めている。ただしミサイル、巡航ミサイルなど、直接的な破壊に用いられる兵器は、高度化や知能化も進行してはいるもののあまり意識して、軍事用ロボットとは呼ばれない。マスメディアが発達した現代では、ベトナム戦争やモガディッシュの戦闘などに見られるように、人命の損失、 戦士は戦争の継続に大きな影響を与えるが、軍事用のロボットが登場することにより、人命の損失は最小限に抑えられると期待されている。また、戦闘活動のみによらず、危険物の除去や偵察、紹介、警備など危険であったり単調だが重要な務めへの適用も期待される。また軍事活動では、直接的な戦闘行為や、 戦術的に意味を持つ偵察や警戒といった活動以外にも戦闘後に残留する不発弾や地雷、また治安関連といった付随して発生する問題も見られ、この戦後処理においてもロボットの活躍する場はあると考えられており、平和回復における軍事的な機能を持つロボットの平和利用という分野も想定できる。なお、日本では2011年の福島第一、 原子力発電所事故に際して被爆や二次災害の危険が伴う箇所を調査するために稼働実績のある偵察用ロボットが投入されており日本国内ではレスキューロボットの分野に重なる危険箇所調査への転用という可能性も示されている現在世界の先進国では人的被害を避けるために無人兵器ロボット兵器の類が数多く研究 開発されている。代表的なものとしては、無人偵察機、地雷処理車、爆弾処理車、無人戦工艇などで、いずれも危険度の高い任務を人間に代わってこなす、ことを求められている。特に、アメリカでは、ベトナム戦争の人的被害の大きさから国民に、沿線気分が蔓延し、最終的に撤退してしまったという教訓から、この分野に熱心である。 アフガニスタン攻撃やイラク戦争、その後の治安安定化作戦において、数々の無人兵器を実戦投入し、効果を上げている。人間が無線で操縦するものが多いが、無人偵察機グローバルホークのように、高度な AI を搭載し、自律行動をするものもある。その一方で、戦場等での物資、 人員輸送も無人化が研究されており、米国国防総省高等研究計画局、DARPA 取材のロボットカーレースが行われているほか、ビッグドックと呼ばれる四足歩行ロボットは、かつて軍馬が担っていた、不正地での物資輸送に期待が持たれている。MQ-1 プレデターなど武装した無人航空機が世界で数多く登場しており、アフガニスタン紛争、イラク戦争などで、 実戦投入されている。主な任務は、対地攻撃だが、イラク戦争では、有人機との空中戦に用いられたケースもある、RQ-1 プレデターの記事を参照。近年、攻撃能力を持つ、無人機はアフガニスタンとパキスタンでのターリバーン、アルカアイダ攻撃に参加しており、2009年8月に、パキスタンターリバーン運動のバイトゥラーマフスード、 主観の殺害に成功しているが、誤爆山き添えによる民間人の犠牲者が多いことが問題となっている。これは無人機操縦員の5人や地上部隊の5砲、ヘルファイアミサイルの威力が大きすぎることなが原因となっている。ヘルファイアミサイルの問題に関してはより小型で精密なスコーピオンミサイルを採用して対処することになっている。 機体そのものに人間が登場しないため撃墜されたり、事故を起こしても操縦員に危険はなく、また衛星経由でアメリカから遠隔操作が可能であるため、操縦員は長い期間戦地に派遣されることもな、任務を終えればそのまま自宅に帰ることも可能である。このような無人機の運用は操縦者が人間を殺傷したという実感を持ちにくいという意見があるが、 いつミサイルを発射してもおかしくない状況から、次には子供のサッカーの試合に行くという平和な日常と戦場を行き来する従来の軍事作戦ではありえない生活を送ることや敵を殺傷する瞬間をカラー TV カメラや赤外線カメラで鮮明に見ることが無人機の操縦員に大きな精神的ストレスを与えているという意見もある。国際政治学者の PW シンガーによると、 無人機のパイロットは実際にイラクに展開している兵士よりも高い割合で心的外傷後ストレス障害を発症している。アメリカ軍では無人機の操縦者のうち7人に1人は民間人、民間軍事会社だがアメリカ軍の交戦規定により攻撃は軍人が担当している。将来的には高度な人工知能により人間の介在なしに敵味方を識別し、 攻撃を行うロースの登場が予想されている。現状では敵味方の識別が困難であったり、登録された味方兵士以外、非武装な市民を含むに攻撃しかねないといった理由で、開発、導入が難航することも予測され、特定通常兵器使用禁止制限条約に専門家会議の設置が検討されるなど、実現前から規制の動きが出ている。 有人兵器でも現代の航空機では、レーダーや目視で敵味方の識別を行い難い、関係から攻撃判断を、ある程度は、司令部側に求めることが航空機戦闘では、一般的であるが、無人航空機の場合は、現実的なプランとして、実際の攻撃に際して、攻撃許可をオペレーターを介して、司令部側に求める様式が、現状の主要方針である。 開発途上のキャブでも巡回、パトロール中や作戦地点までの移動は自動運行でも実際の兵器使用はリアルタイムでの遠隔操作が基本方針となっている。将来的には通信妨害に対応して、所定攻撃目標をあらかじめプログラミングされ、レーダーサイトなど防御が厚く危険度の高い、所定目標に攻撃を加える攻撃機の開発が進められているが、 偶発的な航空機との遭遇に伴う交戦には、やはり戦闘許可を求める様式となることも予測される。特に地上兵器では障害物や想定される認識対象が多すぎることもあり、さらに自動化への困難が予測される。このため、現状の地上軍事用ロボットの場合では、ある程度精度の良いイメージセンサーを備え、 遠隔操縦者が送信されてきた映像から状況を判断したり攻撃対象を識別する様式が主要な運用手段となっている。爆弾処理の分野では1980年代にはすでに対テロ用として英国が安全地帯まで爆弾を運搬するためにリモートコントロール式のロボットを運用必要とあらば取り付けられた散弾銃で爆弾を 爆破処理したケースもあり、イスラエルでも、そのような爆弾処理ロボットが運用されているほか、2006FIFA ワールドカップでは、ドイツでも、同種ロボットが警備で運用され、爆発物特有の揮発物の匂い、爆発物マーカーを探すことで、テロ防止に努めた。爆発物探知機。日本では、文部科学省の呼びかけで、対人地雷撤去用のロボット開発が進められており、 大学の研究室レベルから、機械メーカー、大手企業まで、様々な研究者、開発者が参加している。これらには、多脚ロボットや、クローラー、無限起動式の自走式ロボット、さらには、地雷探知用の無人小型ヘリコプター、産業用、ラジコンヘリの発展型のほか、地雷処理車用、地雷処理戦車の無人運用まで視野に入れられており、川崎重工による、 実証実験という話も聞かれる。ま、たイラク戦争以降アメリカ軍が展開している。イラクでは、今なお、幹線道路脇などに仕掛けられた即席爆発装置などによる被害もあり、エンラッペなど、従来の軍事車両では防ぎきれない爆発に、大車両の導入も進められるが、その一方で路肩に不審物、人工物や不自然に積まれた土砂の山などがあった場合に、 停車して偵察用の遠隔操作による軍事用ロボットを先行、接近させ、不審物の撤去などに利用している。爆発に巻き込まれるロボットも少なくないが、確実に人的損害を軽減した事例であるとも言える。イラクにおける軍事ロボットは、こういった危険な罠の撤去にも有効性が認められ、ロボット掃除機ルンバも製造しているアイロボットの他など複数のメーカーがこういった。 偵察用のロボットを開発し市場に投入している。軍事用ロボットのマンマシンインターフェースは様々なものが利用されている。古くリモートコントロールを行うロボットでは操作者が目視でアーケードゲームなどに見るようなジョイスティックを組み込んだコントローラーを操作しながら動作状況を確認、動きを加減するというもので、現在でも建設機械などで使われる単純な操作系が 利用された。この中で記録に残っている最も古い使用例はソビート連邦のテレタンク1930年代 -1940 年代前半とされる。この t-18、t-26、t-38、bt-5、およ BT び bt-7 といった既存戦車を元にしたラジオコントロールの兵器は冬戦争に投入された。 また、ナチスドイツ軍は、第二次世界大戦に、ゴリアテを投入、遠くから兵士が目視で、優先誘導し、目的の場所で自爆させている。日本軍も、遠隔操縦機材以後を開発していたが実戦には、使われなかった。これら遠隔操作兵器は、現代の軍事用ロボットの原型とも言える構造を、していた。しかしこの方法は、ロボットが、 操作者から見える位置にいなければならず、必然的に距離に制限が生じ、ロボットを発見した敵対勢力からもロボット操作者が見えかねないことを意味する。このため爆発物処理では問題がなくとも偵察はできないし、兵器発射プラットフォームを遠隔操作するなどの場合にも不都合が存在する。この直接的に操作するロボットに次いでよく見られるものとしては、 ビデオカメラを搭載し、これを有線や無線で映像を操作者に伝え、これを見た操作者がジョイスティックを操作してロボットを立てするという方法である。これはビデオカメラの向きを変えれば様々な方向をロボットの視点で見ることができ、2000年代に実用化されている偵察型の軍事用ロボットでも大きく変わることはない。この映像の伝達方法は従来は、 アナログのビデオ映像で送信していたが、後にデジタルビデオ映像にとって変わられ、これと並行してロボットと操作者間の通信はデジタル通信が利用されるようになってきている。2000年代になって急速に発展を見せた軍事用ロボットでは、こういったビデオ映像以外にも様々なセンサーからの情報が操作者に送信され、 より詳しくロボットの周辺状況を知ることができるよう、なってきている。映像面でも、地上偵察では、通常のビデオ映像に加え暗視カメラなどが利用されている。無人航空機では、レーダーは、もちろん GPS などを利用して、現在位置を測定、把握するものも見られる。こういった方向性は、誘導兵器にも見られ、湾岸戦争では、兵器側の映像が、 盛んにテレビにも入れたた、米国内では、ニンテンドー棒、医薬、テレビゲーム的な戦争王とも呼ばれた。最近の軍用装甲車や軍用船舶には、RWS、リモートウェポンステーション、システムと呼ばれる遠隔操作式のロボット銃座が備えられているものがあり、乗員が、車外に身を晒すことなく、車内で搭載カメラの映像を見ながら、 重機を操作して攻撃できるようになっている。さらに、敵の攻撃を感知して自律的に反撃を行うシステムも研究開発されている。遠隔操作対象が高度化する一方で、この軍事用ロボットから送られてくる様々なデータを処理するため、操作者側のコントローラーもコンピュータで自動化、効率化がなされており、自動操縦の指示などはこのコンピュータにあらかじめデータを 与えることで運用可能であり、特に実用化されている、軍事用ロボットでも、地上偵察用では、古外でも使える、要防水、防塵仕様のノートパコン程度のコンピュータに、無線送受信機を接続して利用する形態が見られる。また、不評の将来像として、ウェアラブルコンピューティングにより高度に情報化された、不評が想定されており、この不評が備えるであろう。 ヘッドマウントディスプレイを介して偵察ロボットを操作することも実際の方向性として進められており、この場合においてロボットのオペレーターは家庭用ゲーム機のゲームコントローラーのようなものを操作することが考えられている。すでに実用化された無人偵察機の場合では複数のモニターを備えた操作席に座ったオペレーターが衛星回線経由で米国の軍オフィス内から 遠隔地のロボットを直接操作することも可能となっていただこういった遠隔操作では、いくらかコンピュータの補助があるとはいえ、操作者は目や耳を介して得た情報をもとに判断し、手を使ってコントローラーを操作するため、見落としや操作ミスといった面で確実性に限界が存在し、これは高度化し続ける航空機などの兵器操作でも同種の問題を含んでいる。 特に前線では、優長にコントローラーを取り出して操作しにくい状況などから、やや後方から操作したり、軍事用ロボット操作中の兵士を他の兵士が援護したりしなければならない。このコントローラーを操作するために無防備となりやすい問題において、ユーザーインターフェースの次のステップとして、サイボーグ技術やノートコンピュータを直接つなげるという、ブレインマシンインターフェース技術なども、 SF から現実のものとして研究開発が進んでいる。軍事用ロボットの操作でも兵士の頭脳にコンピュータを埋め込み、偵察ロボットや攻撃ロボットを自分の分身や体の延長のように無人兵器を直接遠隔操作できるようになる可能性も存在する。だがこのアプローチは人体への侵襲、人為的に傷つけることなどを伴うため、 医学面での技術的ハードルと同時に、倫理面等での問題も予測されるため、実用化は21世紀初頭の段階では未知数で、ある。フィクションの世界では、人間の代用品としてのロボットという発想の延長で、ロボットの不評のようなものも登場しているが、現実の世界では、人工知能の開発以前に、二足歩行ロボットなども、技術的な面で依然研究段階にあり、 実際に、不評の代用品として機能するものは存在しない。加えて、現用兵器のロボット化の項でも述べたが、敵、味方の識別という非常に高い技術的ハードルが存在している。戦場において、地上戦をする上では、戦闘車両と共に、不評は、戦術レベルで必要不可欠な要素にあり、加えて、兵器を操作するのも人間である。この人間が持つ、 優位性は、例えて言うなら、火薬を使用する原用の銃器とレーザーガンなどの SF 兵器の関係のようなもので、当面は置き換えが起こらないものと見られている。このため、米国を中心として、不評の安全性を向上させる意味で、むしろ、ボディアーマーの利用や、パワードスーツの研究開発の方が、現実的なプランとして進められている。なお、 人間の姿や形をしたロボットの兵隊というのは、実際の戦闘の面ではほぼ架空の話の上だけというレベルではあるが、その一方で、急病や負傷した人間の反応を模したロボット一種のダミー人などは、救急救命士や衛生兵の救急助地教育に用いられる場合がある。これは全く別の意味で、また間接的ではあるにせよ。 不評の命を救っている人間型ロボットと呼べるかもしれない。これらロボット兵器の行き着く先は完全に自動化されて作敵から攻撃までをも自己判断するロボット不評が挙げられ人命損失を防げると考えられている。また、レーションなどの食料を必要としないロボットは人間の不評よりも補給が簡略化できることも予測される。その一方、 ロボットアニメなどに見られるように SF の分野では戦闘用ロボットに一定の人気がありこういったロボットは様々な作品中に見出せるこれらでは人が乗るものから完全自動化したものまで様々であり一種のヒーロー的な側面も見出せるフィクションにおけるロボット兵器に関しては架空のロボット兵器の一覧を参照楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。